電気事業連合会の勝野会長は、ミサイルが原発に撃ち込まれても大量の放射性物質は出ないと発言しました。ミサイルが着弾して建物等に大きな被害が出たとしても、冷やす、閉じ込めるという措置はほぼできる限りできるのではないかと。電気事業連合会の勝野会長は、原発の新たな規制基準が航空機の突入にも対応できるとされていることを引き合いに、ミサイルが撃ち込まれても放射性物質が大量に放出されないと述べました。しかし、電事連によると、原発にはミサイルに特化した対策はされていないということです。